A トーク4、クランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4、映画分泌家の児玉瑞希です。クランクイン編集部の阿部です。本番組は映画、ドラマ、小説、漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストをお呼びし、きっと誰かのためになるトークを展開する番組です。今回は5月17日公開の映画ミッシングと2024年4月期ドラマデスティニー主演の俳優石原さとみさんを特集します。前回に引き続きライターの翔さんと西森道夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。ようやく本題、はい、ようやく本題、まあ、ライターの問題っていうのはいろいろありますから ね話が尽きなかったですね。深くなっちゃいますね。はい、じゃあ今回はもう石原さとみさんに造形の深いお二人ということでじっくりお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、じゃあまずそれぞれの石原さとみさんとのご関係、ご関係者友達だったご関係者遍歴について、はい、はい、ちょっとお伺いしたいんですけど、うん、まず西森さんは、はい、前回ちょっとお話出ました。うん、出ました出ました、はい、はい、あ、私は、まああのまあ、テレビドラマのこともよく書いている関係上、うんうん、ね、まあ、あのやっぱりアンナチュラルで衝撃を受けたので、うん、今までと違うぞっていうので、はい、それで、まあ、今までの石原さとみさんのこうどんな役を演じてたかを、うん、あの遡って見て書いたら、うん、こう面白いものになるんじゃないかと思って、うん、あの当時現代ビジネスにいらっしゃった、はい、あの丸尾さんという編集さんの方と一緒に、はい、うん、あの2回にわたって結構打ち合わせとかしながら、なんかあの、ね、ウェブ記事で、ね、打ち合わせして、うん、なかなかないです。がないんですけど、結構ちゃんとガチ打ち合わせして書いた記事がありまして、はい、でそれでやっぱり最初の方はそのなんていうかな、まあちなみに2018年のタイトルが石原さとみは日本の女子の生きづらさを映す鏡であるというふうに検索していただければ、はい、ちょっとこう大きなタイトルになっちゃってますけど、まあなんか最初はこうそこに存在してるだけでこうパッと明るくなるみたいなこう女の子の役だったのが、まあその後、なんていうかな、まあ女子力の、まあもう今はそんな言葉使わないけど権化みたいな、あのなんていうかな、まあそのなんていうかな、まあ女性としてこう荒間欲しき社会の中でみたいなものにも頑張りすぎてしんどくなってるところが、もうあのなんだっけ、あのドラマ失恋ショコラティエとか、はい、あの最適化、あの女性として最適化するあまり、うん、こうね、あの結婚とか旗から見ると幸せな、うん、あの人に見えるけれども、もう中身はね、なんかこうぐちゃぐちゃになってしまうみたいな、うんうんうん、あのところが、やっぱあの夫とかもこう暴力を振るったりするけど、うん、安定感のある人を選びなさいって母親から言われたりとかしてて、うん、みたいなところの役が、やっぱりなんかそのフェミニズム前夜みたいな感じですよね、うん、そのギリギリのとこまで爆発する寸前まで頑張ったみたいな、うんうんうん、でその後に、まあ、ミューじゃないやアンナチュラルとかがあって、はい、まあ、全くガラッと変わったみたいなことを記事の中に書いたみたいなのが一番、まあ、石原さんについて関係性というか、うん、石原さんについて何か書いたって言ったそれですね、うんうん、いい記事でした。私何度も読み返しました。結構それで仕事を頼んでいただくことも、うん、そうですよね、うん、簡単です。この記事の他にもね、石原さとみさんのこと他にも書かれてますよね、うん、いろんな記事で。そうでしたかね、はい、うん、頼まれたんだと思います、はい、ここからおそらく頼まれたことですよね。じゃあ翔さんの方はいかがですか、石原さとみさんについて、なんか初めて認識したきっかけとか。まあ同世代なので僕が石原さんの一個下なんで、うん、はい、そういう意味では多分あの石原さんがドラマに出始めた頃に、うん、同世代 の、 あの今来てる方なんだなと思って、うんうんうん、だから H2 とか、うん、その最初見たのはって感じですかね、うんうんうん、でまあ映画とかだとシン・ゴジラになるのかなっていう、まあ、ミッシングでインタビューさせていただいたのが初めてだっ
のかな。あ、そうなんですね、うん、今までお会いしたことなかったんです、ね、と思います。本当に熱い方で、うんうん、その取材と取材の間にも結構いろいろ話し込んでくださって、うん、まあ、すごい優しいし熱いし、うんうんうん、すごいっていうイメージがあるかな、うん、子供さんはどうですか。私ですか、うん、私最初に認識したのいつって書いて包帯クラブ。あ、そうですね、包帯クラブっていう映画があって、はいはいはい、すごく素晴らしい青春映画なんですけど、うん、おそらく初めて石原さとみを認識したのがその時ですね、うんうん、で西森さんの記事を、うん、今回の収録にあたって読んでいて、うんうん、私失恋ショコラティエの石原さとみがすごい好きって書いてて、はいはい、でもいいと思います。逆に女子力みたいな体現してる時の石原さとみが結構好きだなと思ってた派なので、あ、いろんな石原さとみ感があるなと思ってたんですけど、なんかつい1ヶ月前ぐらいに美的っていう美容雑誌があって、はい、なんかそこの撮影現場のなんていうのかな、オフショットムービーみたいなのが YouTube に上がってるんですけど、はい、最近それずっと見てました。すごい、なんか美容雑誌だから美容について答えてるんですけど、はい、その石原さんが最近まで子育てで一生懸命だったから美容なんて全然みたいなことをおっしゃってて、うん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 、でもすごいキラキラしてて、子育て後でこれなんだって思って。わかります、わかります。すごいなと思いながら、なんか私結構石原さとみさん、うん、もちろん作品でも見るんですけど、うん、割となんかそういう美容系のことをお話しされているムービーとか映像とか結構よく見ます、ね、CM とかもね、うん、たくさんされてますしね、それこそ CM のなんだっけな、果汁グミ、はいはいはい、あの可愛いやつ、あ、すっごい可愛くて、あれのオフショットのムービーも YouTube にあるんですけど、なんかああいう食べ物系の CM のオフショットがすごい可愛くて、石原さんってその作品の中でも思うんですけど、食べてる時の姿がすごいいいじゃないですか、本当に美味しそうに食べるし、ナチュラルもね、幸せそうに食べるから、ね、うん、すごい好きなんですよ。なるほど、なんか食べてる、うん、牛丼もね、そうだそうだ、すき家やってますね。そうそうそう、石原さんがすき家やるんだって思ったけど、わかります、確かに食べたくなるな、これは、うん、っていう、食べてる姿がすごい素敵な役者さんだなと思って見てました。阿部ちゃんはどうですか。私はやっぱそのこの仕事つくまでは洋画と海外ドラマ好きだったので、うん、日本のドラマ全然見てなかったんですけど、それこそちゃんと映画とかドラマの仕事をし始めて、ペーペーだった頃にアンナチュラルの会見に行くことになって、うん、それで、あ、生の石原さとみかわいいって思ったのと、うん、日本のドラマでもこんな面白いのがあるんだっていうのが衝撃で、うん、っていうのがあってちゃんと見始めたのはアンナチュラルでしたね、うん、だからそれこそ2011年くらいにスマスマに出て、うん、香取慎吾くんのほっぺたにキスをするかわいい、あのそれ未だにだって SNS で終わりにされてますよね。かわいいからね。そう、かわいい。ほっぺがポッてなってるかわいい。何回も見たことあります。あの、石原さとみのイメージがすごい大きかったので、うん、こんなに低い声で、あんまり笑わない石原さとみをそう見たのがアンナチュラルは初めてだった。そっか、なんかその私オフショット見た時にちょっと思ったのが、うん、普段話してる声の方がちょっと低いのかなと思う。そうですよね、そうなんですよ、うんうん、やっぱね、ああいうなんか出演ショコラティエ時代とかは、うん、ご本人がやっぱそういう女性を演じたいってその頃は思ってて、うん、みたいな 言われてましたよ、うん、最近のなんかテレビ見てたら、はい、あ、そうなんですね、うん、でやっぱり今はまた違うところに行きたいって言って、うん、ミッシングにね出てたいと思ったみたいだけど、じゃあミッシングについてもちょっとお話ししていきましょうか。西森さん、ミッシングをご覧になってどうでしたか。うん、私あの監督の作品だからみたいなので、うん、見てたら、うん、なんかもっとつらなんていうかな、まあ、希望が最後までなかったらどうしようってドキドキしながら、うんうんうん、見てたので、意外と見終わった後はこうなんかまだなんか、うん、わかります、すっきり終わり方がとは思った。すごいでも両義的ですよね、うん、なんか希望に満ちて終わる、希望に満ちて終わる感じ、私何でも希望に満ちてると思っちゃうから、私実は是枝さんの、あの、はい、あれですら希望に満ちてと思っちゃった。そうなんですよ、うん、だから、うん、なんかそうか、何でも希望に満ちて、あ、でもそうでもない時もあるけど、はい、何でも悲観的に見ちゃう時もあるけど、自分の気持ちの問題も結構あるんですかね、その時の、なその時というか、まあ、その作品に関してはそう思ったみたいなのはあんま変わんないかもしれないし、はい、まあ、次見たら違うかもしれないけど、うん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 、そっか、
でも日の当たり方みたいなのを見ると、ね、なんかこう絶望で終わるんじゃなくて、うん、ちょっとだけ前を向いてる感じは私も取られました。して書いてるんだろうなと思いながら、うんうんうん、もう本当に直前2秒ぐらい前までどうなんだろうと思ってたけど、あ、そうですよね、うん、いやなんか終わり方が本当に独特というか、うん、何とも言えない鑑賞互換がすごくあって、うんうん、それはすごくうまいなと思いましたね、うんうん、はい、じゃあ翔さんミッシングはいろいろ関わってらっしゃいますがどうですか。そうです、最初に見た時のご感想など。最初見た時はもう割とほぼずっと泣きっぱなしだったので、うんうん、まあやっぱり自分事として見ちゃうかな、うん、だから自分も子供が2人いるので、うんうん、でも同時に思ったのはこの育児解像度みたいなものがあまりにも高いと。へー、そのなんていうんですかね、子供が生まれると耳が変わるというか、はい、あのあれ子供の声だと思ったら全然違ったみたいなこと結構あるんですよ。あの映画の中でも、ね、その娘の声だと思ってあって思ってみたらその扇風機だったとか、うん、ああいう分かるってことをこんなに細やかにどうやって入れたんだろうみたいな話は、うん、まあ、あのそれこそ監督に伺って、うん、監督の飲み仲間の方々が結構参考になったよみたいな話とか聞いたんですけど、っていうところがすごく大きかったかな。そのステレオタイプのこういうお母さん像にしようみたいなものではなくて、そのやっぱり育児をやってると一日の中で例えば僕とかだと娘を抱きしめたり怒ったりって当然あるんですけど、そういうのってこう映画だとなんかね、あの一面的に描かれがちなんですけど、そこ全部ちゃんと書いてくれるっていうところがやっぱすごかったし、まあ、石原さんの演技がとんでもねえなというのは思います。ただそのクラッシャー的な演技じゃなくて、ちゃんと僕ら見る側が乗せられるっていう、うん、なんていうんですかね、ああなんかすごい演技だわっていうんじゃなくて、自分も同じ顔になるかもしれないとか、うんうん、自分も同じ行動するかもしれない、心になるかもしれないって思わせるぐらいの配分がすごいなと思いましたけどね。うん、うん、あと中村智也さんですね。そうだそうだ。そうですね。役で出てますもんね。見たかった智也さんがいたっていうのを割と最初の方に言う、あの、ある番組で言った時に、それをたまたま石原さんが見てくださって、うん、取材の時に、あれね、めっちゃわかりますって言ってくださったのすごく覚えてる。うん、2人もね、長いですからね、そういう意味でも初共演から。あ、そうか。初共演から同じ作品に出られてからが。あれだったりするので、私あのそこで言うとごめんなさいね、そこで言うと、うん、中村さんはやっぱテレビマン、地方のテレビマンだから、はい、私すごいやっぱ地方のテレビ局にいたし、 でその後あのギャラクシー賞やってる中でドキュメンタリストのことをすごく取材とか多いんで、うん、地方の、うんうん、だからすごいあの如実にすごいリアリティのある部分と、実はもっと純粋にやっぱ、あ、でも中村さんのような心持ちでドキュメンタリーを撮ろうとしてる人の方がなんか評価される世界であると思うなとは思いました。なるほど、うん、まあ、これは見ないと、見てほしいと思うんですけど、でもすごくリアリティもあったし、うんうんうん、その反対もあるなと思ったりして、阿部ちゃんは見てどうでしたか？私はもともと吉田圭介監督の犬猿とかが好きだったんですけど、うんうん、それでいろいろやっぱ毎回あの、わあなんだこの映画と思って帰るので、結構身構えてたんですけど、そう意外と優しさで終わった気がしていて、あとやっぱり石原さんってそれこそなんだろう、笑顔だったり、まあ、あの監督も言ってたんですけど、 CM 的な美しさが評価されてきた人間方だったりするので、うん、まあそこがまず全然そんなことがなくったのがまだ衝撃だったのと、うん、あとやっぱり青木さんとのなんか夫婦の関係性みたいなのもすっごいいいなと思ってて、なんかその喧嘩のリアルさみたいなのが、うん、ぶつかり合いがすごい良くて、うん、あの先週ララライフっていう青木さんとサマーズの三村さんが出てる番組に出てて、なんか一緒になんかスポーツやってたんですけど、あ、ちょっと見た、ちょっと見ました。それがまあすっごい可愛くて、あんな演技の
あのすごいもうシリアスな中でもああいう風に関係性築いてたんだなっていうのがすごい安心してなんか、うん、あ撮影現場は安全だったんだろうなっていうのが透けて見えてなんかカメラ回る前から石原さんがその例えば動きを始める、うんうん、でそれをあの一緒に青木さんがする、うん、あの例えばじゃ車を出ていくシーンとかは、うん、あのカメラ回ってなくても手をつないでとか、うんうん、青木さんがおっしゃってたのは青木さんはこの父親でいらっしゃるから、うん、ほっとくと泣いちゃうので、はい、カットがかかってから泣いてたっていうのは言ってました。だからその泣きそうになるあの駐車場のシーンとか、うん、グラデーションで見せなきゃいけないんだけど、うん、本人的にはもういきなり号泣してしまうから、でカットかかったもう OK だねっつってからバーって泣いてましたっていう話はあるし、あとは石原さんがおっしゃってたのが希望があるっていうことが絶望なんですよねって言ってたのが僕すっごい残ってて、それはもう本当親の感覚、それものすごくよくわかる、うん、いや踏ん切りがつかないんですよね、うんうん、踏ん切りがつかないし希望があるっていうことが絶望だと思うんですよねっていうのがあるから、そのラストをどう捉えるのかって多分その人の状況にものすごく見る側のかなり変わる気はしますね。志保さんはラストを見た後どうな風に、いやなんて言うんだろうな、なんか本当に娘がいると全く捉え方違うんだろうなって思ってて、区切りつけないといけないってことですもんね。志保さんの、あの気持ちを聞きたいなと思って。いやならその劇中で青木さんがお前すげえなっていうじゃないですか、はい、あれまさにあれというか、うん、多分まあ、あんまりこう区別するのは良くないかもしれないけど、父親としての感覚と母親としての感覚もまた違うと思うんですよね、うん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 、だったりすると思うので、こう一父親としてあれを見た時は、うん、そうかってなってしまったかな。多分自分だったらどうするかっていう感覚で見てるので、うん、ではあの境地に達するだろうか、多分難しいなっていう感覚、うん、あのそれぞれやっぱり前をあの絶望が続いていく中でも前を向いていく姿を描いているんだけど、うん、俺は前を向けるだろうかっていうのは分かんないですね、うん、結構劇中で時間は経ってるので、うん、2時間を通して見た自分の感覚と劇中の登場人物の数年単位の感覚が違うから、うん、まだそこまでは初見ではいけなかったって感じですかね。児玉さんはどうでしたか、うん、映画を見て。そうですね、なんかあのあらすじだけをなぞると、うん、まあ、あの最愛の娘を、うん、が誘拐されて、誘拐じゃないけどいなくなってしまって、うん、まあ、探していく母親っていうことになりますけど、うん、なんか映画を全部見終わると、うん、あ、これはなんかなんだろうな、単なる幼児失踪事件の映画ではないなっていうのはすごくよく分かって、なので結構自分がこう映画を見ていく中でいろいろ予測するじゃないですか、こうなるかもなっていうのを予測しながら見ていくんですけど、それの全てを裏切られた感もあって、わかります、すごい。でなんかその希望じゃないけど、なんかすごく心に残ったのはやっぱりこの映画ってすごく、まあ、その石原さん、まあ、主人公の石原さんが特にそうですけど、うんうん、この映画なんかすごくこうその人にとっては小さくないですけど、うん、小さな悪意みたいなのがすごく積み重なっていって、うん、でそれも大きあの映画のテーマだと思うんですけど、うん、ただ最後の方ですごく大きな善意が訪れるっていう、うん、なんかそこがすごく私にとっては希望で、うん、なんだろうな、あ、こういう映画だったんだってすごく納得できたところとかもあって、うん、いろいろ考えさせられた作品ではありましたね。だから石原さんがその吉田監督に直談判したっていう話がインタビューの中であったじゃないですか、うんうん、私それからそれもびっくりで、なんかそういうことをするタイプだったんだっていうのもまずびっくり、ね、だから役が固定されるんじゃないかっていう危機感があって、で自分が、まあ、ある種の飽きを感じてるってことは、うん、視聴者の方もそうだろうっていう思いがあるからこそ自分で全く違うところに動かないといけない、うん、で自分で書いてほしいですみたいな、うん、例えば話をし
って、だから最初からミッシングっていうものではないんですよね。うんうんうん、それから3年後に、そうそうそう、だったりするので。うん、そうか、あと結構この、こういう役柄ってなかなかテレビドラマじゃ難しそうというか、うん、映画だからできた部分もあるのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。そうですね。一本じゃないとちょっと厳しい気がしますね。そうですね。途中で誤解とかが生じて終わって、てしまうとね、その1週間に、ね、そうですね、お客さんもやっぱり熱量がね一回冷めると思うんですよね、うん、そのじゃあ月曜の10時に見て、うん、1週間過ごしてからだとそれぞれにまた時間があるから、そこでまたじゃあ熱をそこまで高められるかっていうのはなかなか難しいと思うので、一気に見せるっていう、うんうん、そうだからあのそのテーマ的には結構こう、はい、今まであのイチャンドン監督のシークレットサンシャインとか、うん、はい、深田監督のラブライフとか、はいはいはい、とかにも通じるものがあって、はい、本当にどの作品でも、うん、もうやっぱり出、ね、本当出口が見えないというか、うん、どこに持っていくかが本当に考えどころっていうかね、まあ、どうするかみたいなのがある作品でもあったけど、うんうん、まあでもやっぱ見たことのないものにはなってたし、うん、しんどさと濃さみたいなものはまあなかなかの他の作品ともは同様にすごかったなとはね、うん、思いましたよね、うんうん、そうですよね。なんかそのそれこそ西森さんの原稿にあったそのダンス、うん、第三形態がアンナチュラルだとしたら、うんうん、私やっぱ出産を経て石原さんは第四形態に来ているんじゃないかなっていう気がしていて、うんうん、第三形態のそのアンナチュラルは乃木さんが石原さん当て書きしたみたいな話を聞いたことがあって、うんうん、やっぱりその乃木さんのインタビューを読んでみてもやっぱ石原さんに可愛い女の子以外も演じてほしかったみたいな風なのがあったので、うんうん、なんかやっぱ作り手側の人たちが可愛いにとどまらない石原さんを撮りたがっているんだなっていうムードがこうじわじわ2018年から広がってきたんだなっていうのは感じてましたね、うんうん、でもなんか本人、私はその役のこれまでの変化とかって、うん、その周りの人がこうなんていうかな、石原さんにこうしてほしいみたいなものが投影されてるのかと思ったら、うん、その最近の石原さんの話を聞くと、うん、テレビとかから、うん、その失恋ショコラティエみたいな時は失恋ショコラティエみたいな女性像をやっぱ演じたかったって言ってたし、はい、今はそうやってまた違うものにしたいって、うん、なんか自分からそうやってね、うん、あの直談判とかっていうのって、うん、そんなこう意思でこういう風な変化をしてるんだと思ったのがすごい今回のなんか新鮮というかね、うん、びっくりした、すごいなと。は思いましたけど、 そうですよね、そこまで動いてる人はでも増えてきてる気はしますよね。男性よく聞きますよね、プロデュースからするとかはね、うん、だったりするし、なんかなんていうんですかね、すごく健全なことだと思いますけどね、うんうん、やっぱり、まあ、その誰かが あなたにこういう役をやってほしいんだっていうことで開けるパターンっていうのはすごくあるし、うん、それは多分僕らみたいなものを確認でももちろんそうだと思うんで、うん、自分がやりたい作品と当ててもらって新しいものを見れるのっていうのはあると思うから、うんうん、なんかそのバランスがすごく良くなっていく、これからますます、うん、で多分ミッシングをご覧になったプロデューサーさんとかがじゃあこういう作品を当てたいって石原さんに多分まあもう来てるのかこれから来るのかっていうのはあると思いますし、うんうん、その第5形態なのか何かのすごい可能性は感じますけどね、うん、今やっているドラマのディスティニーは何形態の役柄なんでしょうね私もそれこそまあ結構見進めると社会派で、うん、石原さんがこんなになんだろう政治に巻き込まれるみたいなのを結構初めて見たなっていう気がしていて、うん、こんなに、まあ、あの最初大学生の回想パートから始まって、うん、まあ、出会ったメンツが実はあの政治に絡みの事件がにっていう話で、で現代パートで法律家になった石原さとみのを軸に進んでいくんですけど、まあ、大学パートはねちょっとあの亀梨くんとか田中みな実さんとか年齢を感じつつ大学生なのかなみたいなありつつなんですけど、やっぱあの大人になってからが全然やっぱ石原さん笑う描写が少なくて、うん、これまであのアンナチュラルでもあの法医学部のチームとは笑ってご飯食べたり、うん、家族とは一緒に笑ってたりっていうのがあったりするんですけど、こ
こんなに笑わない石原さとみを見たのは初めてだっていうくらい、うん、結構新しいタームに来てるなっていう気がしていますね、うん、やっぱアンナチュラルから続いてる感じはしますよね、うんうんうん、あでもアンナチュラルちょっとこうこの日のために見られる、どんな夜までだったんだろうと思ってあそうですね。急に振って申し訳ない。なんかアンナチュラルってドラマ終わって結構経つのに、うん、ずっとタイトルを目にするなっていうぐらい、うんうん、やっぱりすごいみんな傑作っていうドラマですし、うんうんうん、いつかあの機会があったら見たいなと思ってたんですけど、うんまあ、今回こういう機会があったので4話まで頑張ってみて、うん、あのでもすごい面白くって、うん、でも私も結構そのディスティニーに思い出したんですよ、うん、あここに繋がってるなっていうのはやっぱりそのすごい正義感っていうものがすごく強くって、うん、石原さんってなんかそこにいるだけでもすごい確固たる正義がありそうに見えるじゃないですか、うん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 、なんかそういうキャラクターをやっぱりずっとやってきてるのかなっていうのは思いましたね、うんうんうん、確かにそうかもしれないですね、まあ、そっからしたら同時期になんかすごい映画は映画でまたすごい方向性ですよね。なんかあそうですね。確かに同じ感とも言い切れない。でもなんかどっちも結構こうひたむきというかすごいまっすぐですよね。うん、ですね。こういうまっなんか、うん、周りがもう下手したら目が 見えなくなるぐらいの、うん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 、そうひたむきじゃあ怖いぐらいのひたむきさみたいなのはね、うんうん、ありましたよね。なんか映画好きだったりドラマ好きだったりちゃんとあの見てる人は多分そろそろ魅力に気づいてると思うんですけど、やっぱり一般層ってシン・ゴジラのあのザラはどこみたいなああいうミーム的なところとかあと進撃の巨人とかなのかな、うん、で止まってる気がしていて、うん、やっぱり再評価されてほしいなっていうのは私の中で個人的にあったりします。そうですね、うん、ちょっと映画まあ、ドラマですごく活躍されてると思うんですけど、うんうん、映画ってなると、うん、あんまりそのご自身の魅力を存分に発揮できるような作品が今まであんまりなかったかなっていう印象もあったんですけど、うんうんまあ、そういう意味ですごいミッシングは、うん、ある種ターニングポイントになると思いますけどね、うんうん、ただ私あの2021年の、はい、そしてバトンアウトされたっていう、はい、石原さんが主演なのかな、うんうんうん、ご出演されている作品、はい見てこの役柄とかもすごく好きでしたけどね、うんうん、天真爛漫ね、はいはいうん、え石森さん見られてますか？見たかったけど見てなかった。なんかすごく私はこの映画の石原さんの役柄、うん、すごい好きですよね。石原さんがやっぱ明るいところが見たいみたいなのが私結構そういう思いが強い方かもしれない。それはいろんな人に対してもそうなんじゃなくて石原さんに対してそうってこと、うんなんか他に、うん、なんかその失恋ショコラティエとか、うん、そしてバトンを渡されたもそうなんですけど、うん、すごく天真爛漫ですごく怖くまで、うん、でもかつ全然それが嫌じゃないというか、うん、でもすごい好きになってしまうみたいな役柄をできる、うんうん、その今若手の女性の俳優他に誰かいらっしゃるかなそうね確かに思うんですけど、うん、松本まりかさんとかちょっと悪魔感が強い。強い。なんかこう悪魔、まあ、ちょっと確かに天真爛漫さがね。そうですね。湖の女たちが同日公開ですからね。いい意味で、いい意味で。そうですよね。まあでもどうなんですかね。例えばそのドラマって映画以上にそのリアルタイムを反映させていくものだと思うので、うんうん、そうですね。そういうその小悪魔的なものに、うん対する需要ってっていうものが今あるのかどうか、うん、なさそうですよねっていうところな気はしますよね。だからその、うん、もう無理じゃないかな本当にだからその小悪魔キャラを演じている人たちの疲弊であったりとか痛みっていうものの方が、ね、多分僕らは見たいんじゃなかろうかっていう気はしますけどね。失恋ショコラティエもだって最後になるにつれ、うん、やっぱ家庭のこととかが見えてきて、うん、本当に暴力振るわれて、うんうんもうギリギリの状態で松潤にしか頼るところがなくて、うん、もう本当になんか石原さんの方のはもう 全力で求めてるのに、うんうん、なんかその温度の違いとか戻っていかないといかないあの時代のドラマ作りの感じとかも今だったらもう暴力夫だったらもう別れて松潤とくっついて終わりにできるんですけど、あの頃ってやっぱりそれができないかったんですよね。不倫っていうのはもう
一律ダメ、はい、どんな理由があろうと、はい、暴力夫よりもダメみたいなのがあったんで、はい、だからやっぱりねなかなか今は難しいだろうなと。でもその意味ですっごい好きでしたけど失恋してこられたやつの痛みがあったんで。だからその今ね出られてる作品で静止があるって阿部さんおっしゃったじゃないですか、うんうんうん、それもすごくこうまあそうだよねっていう今のこの状況で政治的なものを描かない作品の方が、そうしかも汚職事件ですからね、そうなんですよ結構ダイレクトなんか匂わせるっていうかそのフィルターを前に持ってくるかどこに持ってくるかってそれぞれあると思うんですけど結構ストレートに、そうそうあのミッシングでもちょっと軽くまあ政治批判みたいなのがあって、はい、日本の政治に対する批判みたいなのがちょっとあって、はいはい、そこら辺もね、なんかミッシングとディズニーのつながりみたいなのを感じましたけどね、まあ、そんだけ日本が壊れてるってことだと思いますけどねそれが多分普通というかな気はしますけどね、なんかその未来とか現在に対して楽観視してるクリエイターの方が少ないと思うので、多分そういうのを描きたかったけれどもそれやるとあのお茶の間でどうなんだみたいなのも多分少なくなったんじゃないかなと思いますけどね、なんかあのミッシングの映画なんかこうなんていうかな、まあ、あのどこに誠意があるかわからない、こう混沌とした今みたいなのを描くときに、下手したらそのどこになんだろうなどこを問題とするかみたいなのが、なんかもしかしたらこうなんか強い側にあったりなんか微妙にそういう弱い側に向いてないみたいな時があったりするのかもしれないってドキドキしながら見たんだけど、結局そこはなんかその中村さんのなんか役とかを通して、あなんかすごくあのちゃんとした方向を向いてる感じがしてちょっと安心したみたいな。だからなんていうかな、私が心配するのはなんかこう揶揄するみたいな感じで、その正義を揶揄したりとか、はい、あの霊障的なあの人の汚い部分をすごく描くからこそなんか霊障的になっていったりする時もあるじゃないですか、日本映画とかってなんかそういうんじゃなかったなと私は捉えて、それで見やすかった感じ。確かに吉野さんの特徴ではありますよね、敬遠とかもね、結局あんだけ嫌ってる兄弟でも他の人に悪く言われると嫌っていうあの微妙な感じとかあったし、ミッシングで言うとやっぱスターサンズなので、やっぱそこは僕はそのミッシングにそもそも興味を持ったのはスターサンズの新作であるっていうところからだったから、あのね配給的にはワーナーですけど、ワーナーとかワウワウとかですけど、うん、プロデューサーはスターサンズですしね、亡くなった川村さん、川村さんとかはじなんか最初に石原さんと会われたっていう話。あ、そうなんですね。へえ。なので、まだ永井さんとか、永井さんが入られてますけど、とかだったりするから、そういう意味では何だろう、こういう風になるであろうという予測はしっかりできた上で臨んで、まあもちろんそれ以上だったんですけど。すごい、なんか監督だけじゃなくて、スターサンズ軸で映画を見てるのが私新鮮でした。なんか A24 でだから見るっていうのと一緒ですよ、だからそれを日本でしっかりできてるところっていうのがスターサンズとか、マザーバベルレーベルとか、多分そういうところ、あとは文福とか、なんかその文福の人たちの作品だったら、多分社会の今を映したものになるんだろうなみたいな感覚ってやっぱあるじゃないですか、映画見てると。そういう感じで見てたかな、結構その発表が早かったんで、ミッシングって、これ今撮ってますけど、その最初に石原さんの1枚出して、スターサンズ×吉田圭介最新作に石原さとみさんが出ますっていうのが一報だったから、これは来るぞみたいな感じがすごいあったかな、僕は。スターサンズって他にどういう作品をやってるんですか？新聞記者です。あ、ヤクザと家族とか、そうそう、マザーもそうです、ね、マザーもそう、ビレッジとか、アイリーン、愛しのアイリーンもそうですね、吉田さんと。スターサンズ作品で見ていくのいいですね、すごい素晴らしい作品がたくさんありますね。最初は海外の配給だったけど、後から制作するようになったの。そうですね、あのヤンヨンヒさんの作品とか、宮本から君へ、懐かしい、大好きです。懐かしい、
だから本当にそのスターサンズ映画として見た時に全く違和感がないというか、私もだから石原さんがその母親ちょっとなんだろう、だらしないっていうか完璧じゃない母親っていうんですか、なんかこう、うん、ヤンキーチックな母親をするとき、うん、やっぱマザーを思い出したんで、長澤さんが、はい、大森達史監督、ね、あ、そうです、うん、あ、そこで今スターサンズの作品群にいて、あ、うん、ちょっと納得がしましたね。そこで繋がってるんですね。ただそのミッシングの母親でいうと、多分ものすごくしっかりしてた人なんだろうなっていう育児を、そこがあの伝わってくるのが僕は素晴らしいなと思っていて、さっきのその西森さんのお話じゃないですけど、あの表面的なある種この毒親的なエッセンスであったり、ちょっとネグレクトなのかなみたいなものじゃないから、最初から共感して見れるというか、あの冒頭のあの一緒に遊ぶところとか、もう家の内装を見たら分かりますよね、これすごい愛情を持って接してたんだろうなっていうのとか、その中消えてしまったっていうところの、じゃあまあ数分の距離で弟が一緒にいたから、それをやるっていうことが、なんだろうな、だから取材の時とかにそれこそ石原さんと話したんですけど、あの育児ガチでやるとトイレも行けないんですよね、本当にトイレから帰ってくるの1分ぐらいの、それもできないんですよ、何が起こるかわからないので。その時にあの何か飲み込んでしまうかもしれないとか、こけてひねっちゃうかもしれないみたいなことも何にもできないかったりするから、なんかその上でこの年になるまで頑張ったんだろうなっていうのはすごくわかるし、もちろんその美容院とかも行かなきゃいけなかったから、今回が初めてではないと思うんですよねみたいなのを石原さんがおっしゃってて、いやそりゃそう、そりゃそうよっていう話をして、なんかそういうところのやっぱ育児解像度はやっぱとんでもなく高い作品、そうですよね、確かに絵がめっちゃ綺麗だった。ネタバレしちゃいけないけど、いけないところかもしれないけど、まあ、その事故があった日 の、はい、その行動みたいなのも、あの、まあ、めちゃめちゃ現代を表してたじゃないですか、確かに。でもまあそこもやっぱりそれが理由にしてこう叩かれていいところじゃないよっていう、こう当たり前のこととかもまあ一応示されてたりとかもして、なんかね、そういう細かい、そうですよね、細かいディティールがすごい脚本に入ってたなっていうのはすごいありますよね。あとその他の事件、他の、海難事件とかも一瞬だけ映ったりする作品の中で、はい、あれがとても重要だと思っていて、はい、結局放火しないんですよね、この今回の事件だけに、とか、あの吉田さんがわざとこうじゃ警察署に行った時に、警察署で隣の人がめちゃめちゃ大声で喋ってるとか、スーパーに行った時にヤクルト線がないって怒ってる人がいたりとか、 あれ意図的にやってるんですよね、はい、彼女の世界の話にならないようにっていう、それはやっぱりすごく感じるし、じゃあカフェのシーンとかって作品によっては周りのお客さんみんなマイムでやってるっていうこととかも結構あるんだけど、監督の作品とかミッシングはやっぱりそういうのはすごく少なくしてあって、そこに対して石原さんがうるさいなって思って反応するっていうことがお芝居につながるっていうような演出をされてるので、そこもやっぱ素晴らしかったですね。そうですね、そこはすごい私も見てて、音響がかなり緻密に設計されてるなっていう、本当なんかその他の映画だったらあんまりそのスーパーにいる他の、ね、買い物してるお客さんとか、あんまりその道を歩いてる人だったりとか、絶対に他の映画だと聞こえてこないはずの人間たちの声が、吉田さんのこの映画だと、まあ、よくすごく聞こえてくる、やっぱりそこは計算されてるだろうなと思ってたので、そこがやっぱすごい、そうですよね、見せてくる位置にもいましたよね、変な人いるなみたいなのが、なんか神は見返りを求めるっていう作品の時に、吉田さんがそのドキュメンタリーの番組が結構好きで、ドキュメント72時間とか見たりするけど、あれで答えてる人ってちょっとかっこつけてないみたいな話をしてて、あれは本当の意味でのドキュメンタリーなのかっていうか話とかも結構してって、だそれをあのミッシング見た時にすごく分かったというか、そうそうそう、だからなんかミッシングの大事なロングインタビューのところで、
石原さんの演じるキャラクターがちょっと急に言葉がセリフ臭くなるんですよね、うんうんうん、でその時にあのトラブルの歌詞が出てきちゃってなるっていうのとか、あそこもやっぱカメラが回ってる時の人間の言葉遣いってこうなるんだよなみたいなのがすっごい上手くて、確かにそうですね、うん、これすごかった、普段こんな言葉遣いしてないよねこの人みたいなのがやっぱり、うん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 、まあ、あれなんですよね、神は見返りを求めるを見たから、ちょっとなんかあの作品のはもうちょっとこうやゆ、うん、なんていうのかな、分かります、分かります、あったんで、それでちょっとドキドキ、はい、あれはラストもとんでもないですからね、してたっていうのがあったりとかも、うんうん、そうですね、その記憶があると分かります、そうそうそう、どうなるんだ大丈夫かなみたいなって思って、空白から分岐してる作品なんで、うんうん、ミッシングってもともとの空白で最初に引いてしまう人を主人公にするっていうところから、うん、だからその森優作さんが演じてるキャラクターがそもそも主人公になるよっていうのがあった、はいはいはい、ミッシング、うん、でそっからそう引きこもりになってしまった理由ってなんだろうみたいな感じに分岐してって、うん、その石原さんが演じる沙織がこう上がってきたっていうのがあったりするか ら、そういう意味でもスターサンズなんですよね、うん、空白からっていう、すごくあのもしインタビューされてたら あれなんですけど、あの聞いてたらいいなって感じなんですけど、監督ってドキュメンタリー結構他のも見られてるんですかね、なんか72時間以外の、うん、見てると思いますね、僕がだからその神々の時に聞いたのはドキュメンタリーもそうだし、うん、あとなんか投資の番組とか YouTube とか見てるよとか、うん、結構、うんうん、あとはやっぱりあの飲み仲間とか、うんうんうん、そういうその姿勢の方々をこう取材っていうことではなく付き合っていくっていう感じというか、うんうん、な気はしますけどね、あのどうしてもすごい思い出す映画があって、東海テレビが作ったドキュメンタリーで、うん、テレビのことをやった、ドキュメンタリーがあるんですけど、うん、アブノさんとかのチームで、映画ですか、映画ね、さよならテレビ、あ、そうそう、さよならテレビを思い出さずにはいられないところがいっぱいあって、どういうドキュメンタリーなんですか、テレビの内部に迫るっていう、まあ、やっぱ自己批判みたいな感じなんですけど、ミッシングを見るとそれすらも作られたものを感じているのかなと思うようなシーンがこれを見ているとあるんですけど、私はそのテレビすごく好きではあるんですけど、前だから思い出すのはやっぱりそのドキュメンタリストがそのバズっていうか、まあ注目されてキー局に行くみたいなシーンとか、でも今って実はそういうあの下世話なドキュメンタリーがあんまりこう評価されることは少ないので、本当はテレビ界っていうのはあるんですけど、ちょっとなんか思い出したりしながら見てましたので、その機会があったらこの映画もすごい映画なんで、であのドキュメンタリーのテレビ番組が映画化するみたいな流れを作ったのもここの局なので、東海テレビ確かに名前を聞きますよね、そう話題になるのでここな気がする、そうだからいろいろなんかドキュメンタリー多分そうですね、でもなんかマスコミ周りは結構取材したってお話は伺ったので、多分そういうのもあると思うし、うん、そのあなんだろうな、この内政的なものをやってるものって、うん、こう自演オツになる可能性がすごくあると思うんですよね、はいはいはい、多分そこら辺もかなり見てる気がするし、なんか自分自身をにちゃちゃを入れる自分がいるんだよねっていう話は吉田さんはすごくしてた、うん、俺このシーンいいと思ってるっていう撮り方がすごく嫌だっていう、うん、だからその、いわゆるモブっていうものを入れないというか、うん、入れるにしてもすごくその人の人生を感じさせるようにするとか、うん、うん、の聞いたから、だからその吉田圭介監督作品としてもやっぱりすごく面白いし、うん、その横軸で他の作品とかと比べた時もすごくこう際立ってる演出がたくさんあるなっていう気はしますけどね、うん、そうですよね、うん、石原さんの話に戻すっていうか、うん、皆さんが映画見ていて、ああこれはいい役者だなって思う瞬間ってどんな時なんですか、石原さんに限らず、限らず、そうそう、私はあの予想外の演技をしてくださった時に、うん、いい役者さんだなと思うんですけど、うん、あのすごい思い出すのが石井裕也監督の、はい、タイトルが日本語ですごい長いから覚えづらいんですけど、うん、あの池松くんのやつですね、最高密度の、はい、うん、それはいつでも、うんうん、はい、最果て滝さんのやつですね、あ
そうですそうです。最高密度のアイルスっていう、まあ、そういう作品があって、その中でその池松さんが、はい、これネタバレになっちゃうかあんま言えないんですけど、うん、絶対にここは絶対に笑わないだろうというところでちょっと笑みを浮かべた演技を見せるんですよ。それが本当に素晴らしくて、うん、本当にそれが記憶に残ってるので、私は池松さんすごい役者さんだなと思ってるんですけど、うん、なんかここは絶対こういう演技で来るだろうっていうものを覆してきて、さらにそれを上回るいい演技を見せられた時に感心しますね、うん、何でしたタイトル、いいですか。夜空はいつでも最高密度の青色で、ね、うん、最果てタヒさんの、最果てタヒさんの、うん、詩人のね、松宗介さんですね、はい、うん、お二人、あ、はい、私結構単純かもしれないけど、ミッシングでも抑えながらも漏れちゃうみたいな、青木さんのシーンとかもあったじゃないか、うんうん、ああいうの見ると、あ、なんかもう本当にいい表情してるなって思っちゃうんですけど、うんうん、もう一つ思い出すのが、キングメーカーっていう、はい、キム・デジュンの話のフィクションみたいな韓国映画があって、はい、それで、まあ、最後にそのキム・デジュンのモデルにした人と政治の、参謀だった人と、はい、とが再会した時に、その亡くなったイ・ソンギュンさんなんですけど、すっごいやっぱその青木さんの時みたいな、うん、たまらん顔するんですよ、たまらん、そう、それを見た時にはすっごいいいなって思っちゃいます。わかりますね。なんか抑えてるんだけど、漏れ出てしまう何かを目撃してしまった時にグッとくるっていうのはありますね。あの、その人間が、まあ、例えば泣きの演技ってよく言いますけど、うんうん、そのそういう時って、この前、それこそ杉崎花さんとそういう話してたんですけど、うん、我慢するものなんじゃないか、うん、泣くっていう時に、うん、でも芝居としては泣くっていう方向に持ってくるんだけど、リアルなことで言うと泣かないようにする、抑える。うん、で、先ほど西森さんがおっしゃったように、こう溢れるっていうことになるのが、よりこう、リアリズムの芝居。だから本来は出そうとする、涙を出そうとするんじゃなくて、涙を抑えようとするっていうはずなので、うん、そんだけ感情が高まっちゃってるっていう。だから今回の青木さんの芝居っていうのはそこだったんですよね。だからその、そうそうそう。だからそこはすごくいいなと思うし。うんうん、それこそアンメットの最初の花ちゃんが泣くところってそんな気がしてますね。うん、そうね。あとは、なんだろう、その僕がその好きな芝居は、発語とか、トーンとかをすごく、はい、うん、重要視していて、うん、なんか感覚的なものなんですけど、あ、なんかセリフが耳に痛いなって思う瞬間、うん、感情が耳に痛いなって思う瞬間がすごく苦手で、うん、そういう意味で言うと、それこそアンメットの杉咲花さんと、あと若葉竜恵さんがとんでもなくいい、うん、非常に映画的な芝居なんですけどね、うん、あれって、はい、そうそうそう、あれが僕の中では一番気持ちのいい芝居というか、うん、ちなみに映画的な芝居とテレビ的な芝居ってどう違うんですか？単純に言うとセリフを立てるっていうことですよね、うんうん、ドラマの方は、はい、ドラマってその、元々のテレビドラマって歌詞をしながらとか、うんうん、ながらで見てもちゃんと追いかけられるようにっていうことだったから、うんうん、こう発声とかを含めてしっかり言葉を説明するみたいな感じ、うんうん、なんかその分かりやすい例えか分かんないですけど、例えば名探偵コナンの中でマンションで人が死ぬとするじゃないですか、時にセリフで、はい、2000何号室の何々さんだっていうセリフがあるんですよ、でそれってリアルだと絶対言わないけどコナンでは必要なんですよね、この号室に住んでるからっていうような、その役割からの、セリフの作り方っていうのがやっぱりドラマの全部ではないですけどね、うん、求められるっていうところがあったりするので、テレビドラマだとやっぱり脚本家の方が演出家の方よりも上に立つ場合が多いじゃないですか。その映画って監督が先に立つっていう、そこの違いだと思うんですよね。で、こう、どのクリエイターさんが言ったのかはちょっと忘れてしまったんですけど、映画ってのは余白だからねっていう、沈黙だからねっていう、でドラマってのはそうじゃないっていう感じですかね。まあとかってなった時に、うん。すごくこう映画的な芝居っていうのは、池松くんとかも本当にそこが素敵ですけど、うんうんうん、眼差しとか、うん、なんか家事しながら見たら多分そこなんもないんですよ、うん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 、っていうような、ある種お客さんがそこにいて強制的な場だから発動するものが映画的な芝居かなっていう
気はします。その感情演技とかですごくはっきり出るんですけどね、うん、私は泣いてますって芝居をした方がいいパターンと、うんうん、だからそのテレビドラマ的な映画だねって言われるのはそこなんですよ、うんうん、お客さんをある感情に一色に染めることを求められてるからの逆算でやっていくっていう、ね、多分僕が好きな映画的な芝居とか映画的な映画っていうのはそうじゃないなっていう、さっき小玉さんがおっしゃったようなここで笑うんだって驚きとかにも通じるものかなと思ったりはしますけどね。それで言うと、はい、テレビに本当に映画的な芝居のドラマ結構最近は多くて、うん、さっきちょっとこの放送のではない時に話してたテレ東のシャラップっていう、はい、めちゃめちゃフェミニズムドラマだっていうドラマって、はい、私最初その内容知らずにこのドラマ流れてきたの聞いた時に、はい、テレビなのになんちゅう間の撮り方やと空白が多いんだと思ってびっくりして見ちゃったっていうぐらいの、作品だったんですけど、それでその後しっかり見たらなんかでも内容まですごかったから、なんか本当おすすめしたい。ぜひ見てみたい、うん、めっちゃ、ね、小玉さん向きです。めっちゃ、うん、シャラップそう見たらプロデューサーの方とかと一緒に話したい。はい、ここでめっちゃいいドラマだった。そうなんだ。なんか私ほら普段ずっと映画ばっかり見てるんで、うん、今回のためにデスティニーとアンナチュラルを見て、うん、私どっちも4話ぐらいで泣いちゃったんですよ、うん、でも普段映画見て泣くことって本当になくって、うん、でもドラマだとすぐ泣かされちゃうんですよ、うん、なんかそれ多分翔さんのさっきおっしゃってた芝居論の話につながってくるのかなと思ってて、うんうんうん、ドラマ見てるすぐ泣かされちゃう。意外なんか、ね、音楽に乗せられてとかっていう話ですか。いやどっちかっていうと多分役者さんのお芝居で泣かされてるような気がするんです。一緒に過ごす時間が長いっていうのもありますよね。そうですね、ドラマは感情移入しちゃいますよね。なるほど。いやなんかどうやってまさきに感情移入しちゃったの。まさきの語りが始まって、そうそう、語りがほら、はいはいはい、石原さんとね、亀梨君に変わりますよね、うん、わかります、わかります。どうだった そんな感じかな、うん、感じでしょうか、うん、そろそろいいお時間、うん、いいお時間ですね。何か石原さとみさんでもミッシングでも言い残したこととかお話ししておきたいことありますか。千葉さんはポッドキャストをやってるんです。あ、そうです。それを言わない、シネマカフェさんでポッドキャストの作り手ラジオというものをやってて、作り手の方を毎回お呼びするっていう、まあ、それこそ藤井監督とか、うん、録音技師の根本飛鳥さんとか、編集の古川さんとか、うんうん、最近は配給会社の方を、クロックワークスの方と、うんうん、トランスフォーマーの方をお呼びしたりとかっていうのがあるので、うん、まあよかったら、はい、リンク貼っておくので。 あとあれですね、ミッシングのパンフに寄稿してるのでっていうのがお知らせとしてはありますかね。ミッシングのパンフ今ここにあるんですけど、うんうん、すごいパンフと思えない。台本が全部入ってるんですよ。すごすぎる、豪華なパンフ。これはね、しかも1200円で買えます。これはすごいと思います。2000円出せる。あとこれ写真、まあ、ちょっと見せられないですけど、写真めちゃくちゃいい。もう表紙からいいです ね、いいですよね。でこの映画でこういう風に使われる写真っていうのは本番じゃないんですよね。当然ながらシャッター音が入ってしまったりとか、ね、この距離で撮ったら、そうそうそう。ってことは、これ、メイキングでこのクオリティってことなんですよね。うん、考えると、やっぱすげえミッシング。全体の撮影3週間だったって言ってましたけどね。3週間で撮れるもんなんですか。だからまあ、吉田さんが早撮りだっていうところももちろんあると思うんですけど。石森さんは何か告知とかありますか。なんか急に会えても真っ白になっちゃう。多すぎて。じゃあ先に私に告知。そうです石森さんが考えてる、ね、私は5月18日に藤原季節さんが主演の東京ランドマークという映画に、うん、パンフレット寄稿してるのと、6月7日に、うん、ルカ・グアダニーノのチャレンジャーズという新しい映画が公開されるんですけど、そのパンフレットに作品表を寄稿してるので、うん、よかったら映画を見た後にパンフレットもお買い求めください、うん、あ、そうだ、それで言うと僕一国日記のパンフをやってるのでよかったら見てほしい。このポッドキャストのリスナーの方は
異国日記楽しみされてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、あの原作とはまたちょっと違う要素もありつつ素晴らしい作品なので見てほしいなと、絶対見てほしい、思います。私は、はい、まずは、まあ、あの私の 本が、はい、韓国ノワールの本が出てるんで、それをお願いしますって、もう1年経ったけど思っているのと、はい、のあと、あのここであの割とこうドラマの話もするようになっています、はい、どこかの回とかでも、はい、あのフェミニズムを書いたドラマとか、うん、あのワンクールに1個か2個ずつ、なんか本当になんかこう映画をばっかり見てる人でも、うんうん、きっと面白いと思うんじゃないかっていうドラマって意外とあるけど、はい、なかなかそれをたどり着けないじゃないですか、はい、うんうん、なのでそういうドラマだけをあの連載で花子で今日見るドラマ映画に迷ったらっていう連載をしてるので、はいはい、その後でも後で配信でもいいんで、これはやっぱ見とった方が面白いよっていうものを紹介してるので、うん、ぜひそういう、はいはい、需要があったら見てほしいなと。ありがとうございます。ありがとうございます。あれめっちゃ面白いです。本当に作品が、うん、それみたいな。あ、読みたかったね、しもりさんの文章でっていうのがすごいいっぱいあるんで、それもリンク貼っておきます。ありがとうございます。はい。そんなところでしょうか。はい。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。しもりさんでした。ありがとうございました。